皆さんこんにちは、西川みずきです。今日は夏におすすめのスキンケアのグッズの紹介をしたいと思います。4つあるんですけど、まずはじゃじゃーん、こちらはドクター C ラボの薬用 ACGS ホワイトの美白クリームです。でこれは1つで化粧水、乳液、美容液、美白液、化粧下地の役割を一つで全部果たしてくれるアイテムなんですけど、中はこんな感じでこういうジェルになってます。で私も夜もう眠すぎて、だけどスキンケアもしないといけないしどうしようみたいな時とかに使ったりとか、あと朝は結構塗り心地がさっぱりなので、さっぱりだけど保湿化されるので、朝これだけで済ませても結構保湿されていい感じです。で中にはこういうすくうやつもついてるので、これですくったぐらいかなぐらいを顔全体に塗るんですけど、結構伸びるのでマッサージしながらとかも結構やりやすい感じです。で夏は結構日焼けもすると思うので、こういう美白アイテムがすごくおすすめです。焼けちゃった後とかは私も美白のパックとか結構美白の入ってるものを使うことが多いです。そして次はじゃじゃん、こちらはキールズの DS マイクロピールコンセントレートです長くて言いづらかった。これはオイルなんですけど、こんな感じでオイルをこういう感じです。でこれは本当に良くてすごくてびっくりして、キヌア、最近流行ってるスーパーフードのキヌアの殻が入ってるオイルなんですけど、これ使うたびにお肌がどんどん良くなっていって、オイルってすごいベタつくイメージがあるかなって思うんですけど、お肌にぐんぐん入っていって、入った後もベタベタした感じがあんまりないのがすごく好きです。ツヤツヤになります。でなんかお肌がちょっと疲れちゃったなーっていう時とかは、夜とかはもうこのオイルだけとかで終わらしても保湿されてすごく良いです。おすすめです。そして次にソフィーナの土台美容液です。美活パワームース、これはスキンケアの一番最初にやる土台美容液なんですけど、ムースになっていてこんな感じ、ムースになってます。多分これぐらいを顔全体になじませるんですけど、これも本当によくて、結構最初塗ってる時はこんな感じですっごいツヤツヤになってくるんですけど、顔をこれでマッサージしているうちにどんどん肌に入っていく感じがして、マッサージしてるともう肌になじんで、その後の化粧水とか乳液の入りがすごく良くなります。夏とかは結構空調で乾燥しちゃうので、こういうので最初に土台をしっかりケアしてから、でその後化粧水とかやっていくとすごく保湿力もアップするのでいいのかなって思います。最近私もこれを使ってます。そして最後にじゃじゃん、こちらはイプサのスーパーマットクーリングパウダーです。でこれは SPF20 でおしろいになっているんですけど、スプレータイプのおしろいになっています。これはこういった付属のこういうスポンジがついているので、これによく振ってから、これにシュッと。で手につけると分かるんですけど、ちょっと白い感じ、こんな感じでもこれをなじませるとパウダー状になるんです。白浮きとかはしないんですけど結構明るめになるので、鼻とか夏とかは小鼻の周りとかがよれやすいと思うので、これでこうやって押さえます。そうすると崩れにくくもなるし、白いおしろいが入ってるのでパウダー代わりにもなって、お直しとかにはすごく使えます。でこれすごいひんやりして、つけると分かるんですけども、こうやってつけた瞬間にすっごい冷たくなるので、夏暑いのですごくひんやりが気持ちよくてお気に入りです。こんな感じでおすすめの夏に使えるアイテムたちだったんですけど、このイプサのやつは夏限定のものなんですけど、他のものは夏以外にでも全然使ってもらえるので、もし皆さんも気になったものがあれば試してみてください。では、西川瑞希でした。バイバーイ。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？下のチャンネル登録ボタンから登録お願いします。